ゴンゲン三古墳は、茨城県おみた重したまりに所在する、同志最大の大型前方公園墳である。ゴンゲン三古墳は、ゴンゲン平古墳群の一つで、ゴンゲン平五号墳とも言う。霞ヶ浦を望む、第一沿辺に立地する、市内最大の前方公園墳であり、霞ヶ浦沿岸の有力主張の墳墓と推測されている。村の打ち出した、村総合文化センターび、 文化ゾーン構想により史跡整備が進められることとなった。それに先立つ発掘調査が明治大学を中心とする調査団により九百九十六年九月から翌九百九十七年二月までの期間に実施された。分級長九点五メートル、公園部直径四点六五メートル、前方部幅五十九点四メートル、縦型の修行を持ち、 周校を含めた全長は123メートルに達する。市内の船塚古墳と同規格で船塚古墳を1.2倍するとゴン山古墳になる。ゴン山古墳の埋葬施設は公園部墳町と前方部墳町の2カ所に存在したと考えられる。公園部墳町は大幅に削閉されており、石棺が存在したと思われる埋葬施設も基礎部分に至るまで、 猫そぎ破壊されていた。前方部墳長は、木管寺仮層と推測されるが、明治時代以降に設置された一等三角点と、その測量のための矢倉の基礎によって、形状、規模は確定できていない。前方部平坦面から、立ち位置、鉄属三十作り出から弾き、末期、円筒波庭、継承波庭がまとまって出土した。出土末期の中には、 筒型機材が含まれており、東日本における数少ない出土例である。ありがとうございます。